皆さん、最近の動画ちょっとおかしくないですか？やたらと関東行ったり四国行ったりしているんですが、当然お金がかかるわけですよね。ということで今日の動画はケチケチの動画となります。話は変わりますが、今日は2月の14日バレンタインデーですね。そしてバレンタインといえばチョコレートです。あげましたか？もらえましたか？では本編スタートです。はい、皆さんご無沙汰しております。またまた京都駅でございます。今日は何をするか、そうですね、タイトルにもある通り今回はケチ企画です。さて今日はこの京都駅から神戸まで行きたいと思います。そうですね、港町神戸です。で今日はこの京都駅からですね、神戸駅までどんだけ安くできるのかという話です。今回も鉄道に限ってのお話ですが、ケチの鉄道オタクが京都から神戸までではですね、鉄道を使ってケチケチに移動していくという今回の動画の趣旨になっております。ということで今日は年末年始、年始の1月の2日月曜日祝日ですけど、たくさんの人がいます。ということで今回動画始めましょう。今日もよろしくお願いいたします。毎度の通り京都駅中央口から始まります。この京都駅中央口からまず最初に乗る列車は大阪方面の列車です。今回の目標はできるだけ安く移動するということで、普通電車遅れ約6分、10時54分発のあちらの電車乗ろうかなと思います。別に快速電車でも大丈夫です。新快速は若干乗れません。今いるのが0番乗り場、そこからですね、向こう側2番乗り場3番乗り場だって、あちらのもう1個さらに奥にあるホームの方に行きます。大概普通電車なんかはその辺から発車していきます。何をやらかしたらこんな遅れるんだ。5分遅れて到着するそうです。10時54分発、今48分、57分に到着するそうですが、大丈夫なのか。さてこの普通電車に乗って、今からとある駅を目指したいと思います。新快速は止まらないんですが、普通電車が止まる駅まで行きます。見てみると京都から神戸まで JR のみを利用して早く移動した場合、こちら1100円かかります。そして最安の料金プランを見てみると、こちら980円、ここから京都市営地下鉄に乗れると、そういう案内が出ております。ですが今回はこの980円でもさらに安くなります。黄色い点字ブロック内側でお待ちください。ホーム柵のロープが上がるまで離れてお待ちください。またお降りになるお客様を先にお通しください。並走しないんですが、今日は6分ほど遅れているということで、こちら特急はるか号と並走しております。通常は新快速が並走するんですが、今回は遅れの影響でこの快速電車と、並走しているわけです。ハローキティ、それにしても JR 西日本はハローキティを押してますね。新幹線もそうですが、なんかも走っています。はるか号と会いまして、こちら京都鉄道博物館、京都鉄博が見えます。こちらは京都貨物ターミナル。ということで間もなく山崎に到着します。山崎というのは山崎サントリーカーブなんかで撮り鉄の間では結構有名な撮影地としても知られる場所の駅なんですけども、ということで山崎駅に到着しました。今まで乗ってきたこちらの普通電車はここで見送って、今から徒歩を使うことになります。この徒歩だいたい5分ぐらい歩くんですけど、この5分ぐらい歩くのが今回の安さの秘訣になってきます。お、すごいすごい、ここ京都府と大阪府の県境だ。大阪府、京都府、大阪府、京都府、大阪府、京都府、よし、今日4回ぐらい大阪と京都を往復しました。京都駅で見なかった花の新快速がちょうど通過していった。ということで山崎降りてきました。今から大山崎駅行こうと思います。おお、
というわけで大山崎駅に到着です。だいたい歩いて3分か4分ぐらいでしたね。隣に新幹線の線路もあるようです。じゃあ入っていきましょう。ちょうど準急電車が来た。これに乗ろう。隣には新幹線の線路が2本走っています。ということで阪急の大山崎駅からこちら阪急重曹駅までやってきました。さてこちらは京都河原町方面へ向かう電車などが出発する京都線ホームとなっていますが、奥に神戸線、真ん中に宝塚線のホームがあります。ということでですね、今回この重曹駅で乗り換え神戸方面、阪急神戸線に乗り換えていこうと思います。これで神戸三宮高速神戸方面へ行くことができます。ではこれ乗っていきましょう。この電車が西宮北口で各駅停車に連絡します。次は西宮北口に止まります。神戸電鉄方面は新開地でお乗り換えください。ご乗車の際足元にご注意ください。この電車は特急神戸新開地行きです。高速神戸ハーバーランド前です。出口は左側です。 We are now arriving at 高速神戸 Station number HS35。 12時32分今高速神戸神戸へ到着しました。というわけで高速神戸駅に無事到着してきました。これね、今までかかったお金というのを見ていきましょう。通常 JR だけを使った場合、新快速などで移動すれば早いですが、 JR だけの場合はこのように JR だけの場合は1100円、そして乗り換え検索の一番安いルートを見てみると980円。こちらは阪急を使うルートです。ですが今回乗り換えたのは山崎駅で、だいたい3分か4分ぐらい歩きましたね。その歩いたことによってですね、なんとこちらのルートのようにこれを使うと山崎まで行き、山崎で阪急電車に乗り換え、そこから下ずっと見てみると高速神戸、今回はこのようなルートできました。見てみると時間は1時間40分かかりますが、値段的には820円で来ることができます。これも阪急と JR を使った裏技ということで、皆さん京都から神戸まで移動する機会がある方はこちらの移動手段利用してみるのもあるじゃないかなと思います。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。さようなら。